はい、その通りでございますね。頭で考えたことを現実化できる人と、頭で考えたことを現実化できない人がいます。そしてですね、頭で考えることもまだまとまってない方もいるかもしれませんね。私が思ってるのは、頭の中で考えたことって、現実化できるっていうふうにいつも信じてるんですよ。というよりも、頭で考えた瞬間、それは私のものになった、現実化したっていうふうに思うんですよ。で、あとは、現実化する日が数十日とか数百日先だから、それまでやるべきことをやるということなのかなと思いますよね。で、今回2034フェス、本日ですよね。いよいよ今日ですね。今日なんで、もうちょっとしたら私出ようかと思いますけども、2034フェスっていうのも、一つはですね、私がナイト2000のレプリカが欲しいなと思った瞬間に、あ、手に入るなと思うわけなんですよ。欲しいなと思った瞬間にも、それはね、自分のものになると思って、てるわけなんですよ。で、そのように生活していると、じゃあナイト2000が来た時のために駐車場どうしようかなとかね、ナイト2000が来た時の修理工事はどうしようかなというふうに常に考えるようになったりとかね、それからどんなものが必要かなと思って延長コード買ってみたりとか、バッテリーチャージャー買ってみたりとかっていうのが始まっていくんですよ。で、放送もそっち寄りになりますよね。放送もすでに数十日後にナイト2000が手に入ったんだというつもりで放送するわけなんですよ。で、結果的に、車体そのものが来るみたいな感じですよね。カパッとジグソーパズルのピースがはまるわけですよ。で、これは以前私アフィリエイトでも体験していました。アフィリエイトをやった瞬間に一つはね、3年以内に1億円稼げるなっていうふうに、自己アフィリエイトをやった瞬間、最初の自己アフィリエイト案件やった瞬間に思いました。あ、これ1億円いくなこれと思って3年やってたら、まあその通りの結果になるということもありますし、月収100万月収100万ってよく人は言うけども、どうやっていくのか分かんなかったんですよ。でも自己アフィリエイトやった瞬間に、あ、行くなと思いました。で、初めて自己アフィリエイトやった日から35日後に、まあ、100万いかなかったんですけども80万になって、あ、これはこんな方法があるんだ、ずるいな、今まで知らせてくれる人いなかったのもみたいな感じでね、もうそれからは私の月収ってのは当たり前のように100万円を切らなくなりましたね。だから月収100万っていうのは、なんていうのかな、もうネットビジネスやるんだったら目標値じゃなくて最初の一本なのかなと思います。ではここでですね、こちらの方に、かつてのその時のね、私の画像、まあかつてのではないんですけど、多分ね、これ2013年に私アフィリエイト始めて、それからというものずっとやってたんですけども、2015年に、あ、記録取ってなかったなと思って記録を取ることにしたんですよ。で、この時のドキュメンタリー動画もどっか探せばあると思うんですけども、今日はね、スクリーンショットをお見せしようかと思います。当時 iPhone でたまたま撮っていたスクリーンショットが私のデータフォルダにありました。これは紛れもなく私のです。始めたばかりの時、多分5月だと思いますけど、5月の時は0円なわけですよね。始めたばっかり、これ要するに記録を取ろうと思って、まっさらなところからサイトを用意どんで作るようなことをね、また最初からしたんですよ。で、アフィリエイトリンクもそっから構築してみたいな感じで、1ヶ月目が0円なのはそのための作業をしてたんで、まだね、アフィリエイトが効果を出してない時だったんですよ。で、2ヶ月目がどういう風になるかな。2ヶ月目ってのが数字見えますかね。2ヶ月目、2015年の6月は、締めてですね、3000円です。その時のインプレッション、要するに私のサイトが表示された回数が289回。そのうちの10分の1以下が、クリックされて、その中の2件、10分の1以下がクリックされてということなんで、インプレッションの100分の1以下で私3000での作ってるんですよ。ということは、この289がですね、10倍になって2890、要するにサイトの数が10倍になったら、あ、3万円じゃんっていう図式は成り立つわけですよね。で、今度は、サイトの数がね、100倍にできたら、あ、すごいな、これ、30万だっていうふうに、ポンと思ったわけですよ。でも実際はもっともっと早いペースでいくんですよね。7月を見てください。7月は492回、表示されて、そのうちの10分の1以下がクリックされて、そのうちの、5分の1くらいが、そう、要するにね、サイトの精度が良くなったんで、10分の1以下しかオーダーされてなかったのが、もう、なんですかね、半分くらいがオーダーされるようになったんですよね。すごいでしょ。だから42,632円ってのが出てますね。で、もう1ヶ月経ちます。2015年の8月はついにね、私のサイトが爆発的に増えました。すごく一生懸命作ったんで。そうすると、全てのサイトの中でクリックされたのが、インプレッション表示されたのが2000回です。2014回表示されて、で、あとはね、そのうちのね、10分の1を切るぐらいがクリックされたんですよね。でもですね、そのクリックされてオーダーに至るまでに
173回中58回、要するにクリックした3人のうち1人が申し込むみたいな形になったんですよ。さあ30万超えましたね。2015年の5月、これ正確にはね2015年の3月から始めたんですよ。3月から始めて5月が0だから 3,4,5 は0だったんですよ。 3,4,5 が0で、いいところからね、0からなんか恣意的にこれ取られてるところがありますね。なんか振り返ればだから3月4月5月は0すいませんでしたと。で6月に3000、7月に42,600で、8月に30万超えて9月ですよ。9月はですね、インプレッションの数はそんなに変わんないんですよ。でクリックの数もあんまり変わんないんですよ。頭打ちになってますね。でもですね、でもそのうちの2分の1さえいかないよね。 2.5 分の1、だからクリックした人の2人か3人に1人がね、オーダーしてくださったと。しかも単価ちょっと高いやつを買ってくれてるんですよね。私単価がね張るやつを入れ替えていった時期だと思いますこれ。67万8000、もう十分生活できますよね。67万8838円、これがほとんど利益です。ということは私が経営してた店よりも儲かってるということなんですよ。10人がかりで店やって赤字なわけですから、1人でやって67万8000のあらり、いいなアフィリエイトって感じですよね。で、記録を取っている最後の月なんですけども、2015年の10月、本当にねインプレッションの数同じです。サイトが要するに効果を失ったサイトと、作り続けて効果が出るサイトと分かれてきて、効果が出るサイトだけが上位表示されるようになったのかなと思うんですよね。だから一瞬だけしか見られなかったサイトってのはこの頃もうね淘汰されて、本当に県外県外県外になってると思います。でクリック数はすごいですよ。今まで10分の1以下しか表示された中でクリックされてなかったのが、なんとですね表示数以上にクリックされるようになりました。要するに9分の1くらいね。だからサイトを見たらクリックしたくなるような、そんなサイトの要するにクオリティが上がってきたんですよ、数をやることによって。で発生数っていうのはどういうことかと、クリックしたうちのなんかね、やっぱりね2人か3人に1人がオーダーしてくれるようになったんですよね。ただ単価が高いです、ここまで来ると。単価が高くて、サイトが質がいいものがヒットしだしたのが10月からですよね。それからというもの、私は単価が高くて、で効果の高いサイトの作り方が見えてきたんで、この辺でそればっかり量産するようになったって形ですよね。だからね、やっぱり半年以上試行錯誤して効果が出ているやつは何かなっていうのを、自分のサイト、自分のサイトによって来ている人を検証してできたわけなんですよ。これは本で学んだことっていうのは、その本を書いてる人から見た視線なんで、集まってくる人も違いますし、扱ってる商品も違うんで、それから時代も違いますよね。1年とか半年違ったらもう全然変わりますから、アフィリエイトの紹介していい商品とかブームとかっていうのは。で1年の中にもサイクルがありますからね、春に売れやすいもの、冬に売れやすいもの、もう様々です。でそういうことを捉えながら、2015年の10月は90万を超えたということでございますね。どうですかね、この90万を超えてからというものを、私はこれ以下にはならなくなったんですよ。で、あとこれ A8 ネットの画面ですけども、A8 ネット以外も、この頃は並行してやってました。ジャネットとかね、AFB とかね、アクセスストレート、バリューコマース、スマートシー、モバ8とか、こういうの同時にやってましたんで、それぞれ、まあ A8 ネットが一番売り上げが高かったんですけども、まあ他のね、ところも50万とか60万とか毎月上がってくるようになって、まあ大体この時点で、200万は切らなくなったのが、2015年の10月から2016年の1月ぐらいかなと。その辺ではもうね、200万切らなくなりましたね。これ合計数見てください。インプレッションが1万1000あって、クリックが903あって、発生数が271ですよね。で、発生数200万超えてますよね。要するに私は、この画面で出てるだけで、私200万以上いただいてるわけなんですよ。すごいですよね。本当にすごいと思います、これは。で、もちろんこの中から確定したのと、非承認っていうのが出ますんで、単純にこうとは言えないんですけどもね。まあでもまあ、おおむねこんな感じですよ。上のタグ見てもらえばわかりますけども、発生って書いてるでしょ、国。だからこれがもう一個左の確定ってところに行かないといけないんですけども、そっちの方記録取れてませんでした。すいませんでした。でもね、未確定っていうところでもないし、セルフバック走行でもないってところがミソですよ。この頃はセルフバックの売り上げは、もう私のアフィリエイト活動の実績の中に、もうほとんどね、入らなくなってきた。割合としてはすごくね、20分の1ぐらいになってきましたね。まあ、そんなところでね、私の、いかがだったでしょうか。思考は実現化する。これを実現化してきて、今日に至るって感じですよね。
当然1億っていうのを一人で稼ぐ体験もしましたし、借金も返せましたし、ねえ、よかったなと思います。ですからね、実現化する、自分の思考を実現化するっていうのはよく言われる言葉なんですけども、その脳にあるものを脳の外に出す、この訓練をしないといけないかなと思います。まあ何をすればいいのかね、私ははっきりと申し上げることができませんけども、とりあえずは脳に思い続けることが一つ、思い続けたことを表現し続けることが一つと、この第一歩第二歩っていうのがまだまだ足りないんじゃないかなと思いますよね。だって私速稼ぎのコブですって何回言ってきたことか分かんないですよ。でも稼ぎたい人がいくら稼ぐぞって毎日つぶやいてますからね、それは実現しないんじゃないかと思います。ですから頭に描いたことは常にね、アウトプット、言っていくとか書いていくとかってことを何回も何回もすることですよ。よくね、目標があったら紙に書けとか言いますけども、あれほとんどの人が、私が間違ってると思うのが、一回紙に書いて壁に貼って終わっちゃってるんですよね。そうじゃないんですよ。毎日書いて毎日壁に貼り替えるっていうことで、思ったことを書けっていう意味なんだろうなと私は捉えますけども、こういう捉え方って多分私だけなんですかね。今気がつきましたけども、大抵は一回やったらいいかなっちゃうんですかね。これもだから凡事徹底で差がつくところじゃないですかね。目標があったら紙に書く、一回書いて紙に貼って終わりの人と、毎日貼り替える、同じ言葉ですよ、同じ言葉を貼り替える人と、違うんじゃないかなと思います。そのぐらい私は思いが強いわけなんですよね。はい、そんな感じで動画ももうね、無数に撮れてきたということでございます。それでは頑張っていきましょう。